バルへの最後の礼儀。あの目は まずい。我が肉体となって生きよう、ジョジョ。ジョナサン。ということだ。ナマジ避けなければ眉間を打ち抜き、苦しみを与えずに即死させた者を日常から一気に魔界へ。どういう事態が起こっているのか把握できず声も出ないか。ジョジョは語らなかったのか、暗黒に生きるこの俺の神話を。今は情けない姿だが、この俺に見覚えがあるだろう。エリナ・ペンドルト。いや、今はミセス・エリナ・ジョースターかな。ディオ！国中が動くのか！私が一人の血を吸いましたので、すでに船内はほとんど同胞に変わってはさ。そしてこのままアメリカまで行くのですね、ディオ様。声が出ない。それより息ができないんだ。呼吸か。エリナ、エリナ、君だけは。波紋が寝れない。カー、ジュオ様見てください。このくすったり野郎、呼吸ができませんで。つまり波紋とやらは使えるわけだ。ジュオ様をこんな姿にした報い、なぶってやるでしょうかね。それともあと数分でしょうか。窒息するのを楽しみますかね。おい、ワンちゃん、少女への侮辱は許さんぞ。え、彼はこのディオをこんな姿にまで追い込んだ人間。尊敬の念を持って苦しみを与えず、速やかに奴の首を切断しろ。はい、ディオ様。そしてこの友のボディは我がフューチャーとなる。ジョナサン。妙な動きに気をつけろ。一旦引け。こいつは最後の最後に何かやるかもしれぬ。なに、構うものか。ディオ様はこいつを高く評価しすぎです。てめえ、脳みそを指ですくい取ってくれる、この薄ならめ。エリナだけは。体内に残されたかすかな最後の波紋、全てを一気に放出する。かすかでいい。やばい、ワンちゃん。僕の体の中で何かが切れた。決定的な何かが。まずい。これが僕の命最後の波紋だ。弱くてあのゾンビを完全に破壊できないが、これで十分だ。